はいどうも、がっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。この動画ではこのビオトープを使って、まあ、このビオトープにですね、まあ、流れる滝を作ったレイアウトにしていこうと思います。で、まあ、そこでちょっとメダカの飼育をしていこうと思ってるんですけども、でちょっとですね、そういうのを作るのにチャレンジするのが初めてになりますので、まあ至らないところも多いと思いますけども、まあそのあたりはご了承ください。で、滝を作るとなると必要なものは、まあ、水中ポンプかなと思って、でこのビオトープもそんなに大きくはないので、まあ小型の水中ポンプがいいかなと思って、ちょうどですね今あるのがこの A ハイムの水中ポンプなんですけども、一応ですね大きさがこんな感じですね。まあ手のひらサイズで、まあ欲を言えばですねもう少し小さいものが良かったんですけども、まあまあせっかくあるのでこれを使って作っていこうと思います。でイメージとしてはですね、ちょっとこれにこの専用のホースを取り付けてみて、で一回ちょっとこの中に入れてどんな感じになるかスイッチを入れてみます。いい感じで水を吸い上げてくれますね。なんかちょっと上の方に水というか滝が流れる場所が欲しいかな。ああこんな感じでいいですね。でこんな感じで、まあ、ベースはいいかな。であとはですね、まあ、ホースとか、まあ、水中ポンプと、あとこのケースですねを隠す感じでちょっと石組みをして、まあ、うまくちょっと作っていこうと思います。でこちらがですね石組みに使う石の方ですね。こう大小いろいろと用意してあるので、ちょっとこれをいい感じで使っていこうと思います。
はい、一応一通りつけ終わったんですけども、石組みって本当難しいですね。もうかなり苦戦しました。で、一応ここにですね、あのホースが隠れていて、で、ここに、まあ、ケース、これですね、これが隠れているんですけども、で、ここについている石はですね、このバスボンドというのを使って、まあ、あのくっつけて固定している感じです。で、もうくっつけ作業してる時、もう本当これポロポロ落ちて大変だったんですけども、まあ、こういった小さい石だとね、まあ、軽いんで、まあ、すんなりくっついてくれた感じですね。まあ、ちょっと雑な感じはあるんですけども、まあ、ちょっと想像以上に石を使ってしまったので、まあこれでいいでしょう。で、とりあえずこのバスボンドが完全に固まるまでには最低1日は放置しておかなきゃいけないので、まあ、このまま1日放置したいと思います。はい、だいたい丸1日経ちましたので、実際にビオトープに、水を入れていきたいと思います。大丈夫かな。あ、結構しっかりくっついてますね。よし、じゃあ実際にスイッチの方を入れていきたいと思います。よし、あ、一応はちゃんとした滝になってますね。あ、よかったよかった。はい、ちょっとしょぼい感じはありますけども、まあ、一応ちゃんとした、まあ、ちゃんとしたっていうか分かんないですけど、まあ、滝にはなってますね。で、ただこれだけだとちょっと寂しい感じがするので、しかもですね、まあ、何でもこのビオトープと石の色が、まあ、こう同位色になってるので、まあ、こういった、まあ、苔ですね、苔をところどころにくっつけてちょっと色を足していきたいと思います。はい、それでは一応完成ですね。いや、このですね、石組みが一番難しかったですね。もうセンスだと思うんですけども、まあ、僕は全然こういうセンスがないので、まあ、本当時間かけながらやってやっと作ったのが、まあ、これといった感じです。まあ、なのでこういうのが本当得意な方は、まあ、すごいかっこいいレイアウトっていうのが作れると思います。まあ、僕もですね、今後もまあ、ビオトープに限らず、まあ、いろんなレイアウト作って、まあ、レベルを上げていきたいと思います。で、これ使ってるものも本当そんな高くはなくて、まあ、まずこのビオトープの容器ですね。で、それとこの石
とその石をくっつけている、バスボンドで、そしてこの苔ですね。で、あとは下に引いてある定床で、それにプラスしてこういった水草だったり浮き草なんかを入れるとなお見た目がいいですね。で、この石の中に隠れているんですけども、まあ、水中ポンプとそれにつなげている、ホース、そしてここにプラスチックの容器があるといった感じですね。で、使っているものは意外と多いんですけども、一個一個の値段がすごく安いので、まあ、結構安く作ることができますね。で、やっぱこの苔があると見た目がすごくいいですね。この隙間とか、ここ本当はホース見えてたんですけども、そういった隙間のところにうまくこうやって苔を入れておくことで、本当そういうのを隠すことができるんで、見た目がすごく良くなりますね。あと色もやっぱこのビオトープと石の色が同じだったんで、こういった緑を加えるとすごくアクセントになっていいですね。で、この苔なんですけども、あの観葉植物と同じようにこのシュッシュ熱で軽くこうやって水を吹きかけてやって、で、この下に土みたくなってるんですけども、その部分が湿っている状態を保っていれば OK ですね。それからこの石をくっつけるのに使ったこのバスボンドなんですけども、防カビ剤っていうのかな、カビを防止する成分が入っているタイプと、あとそうでないタイプがあるんですよ。で、カビを防止する成分は生態にとってすごい悪影響があるみたいなんですね。まあ、なので生態を飼育する場合はですね、必ずカビを防止する成分が入っていないものを選ぶ必要がありますので、まあ、あの購入する前にですね、あのパッケージだとか説明欄をよく読んでからあの購入することをお勧めします。まあ、そんな感じでビオトープの滝レイアウトを作ってみましたが、いかがだったでしょうか。で、この中に入っているあの水中ポンプを使えば意外と簡単にこういう滝が作れるので、まあ、こういった暑い季節なんかはですね、まあ、こういった見て涼しいような滝レイアウトを作ってみてもいいと思います。はい、といったところで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。